千葉県民。パチンコ店が休みだったので、茨城のパチンコ店に来ました。ガネットではない。内容はこちら。パチンコをめぐる千葉県民の行動が話題のようです。では、内容を見てみましょう。これは完全なるギャンブル依存症でしょ。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。子供たちが我慢してるのに、大人が我慢できないのは、なんだかなって思いますね。大人がお手本を見せなきゃいけない時に、何やってるんでしょうね。次はこちら。茨城在住の妊婦としてはマジでやめてほしい。感染拡大したらって恐ろしすぎる。何のための営業自粛なんだろうと思いました。これじゃ営業自粛の意味がありませんよね。次はこちら。そこまでしてパチンコしたいとは。そこまでしてパチやりたいものなんだろうか。金持ってんな。これって普通にギャンブル依存症でしょ。最後はこちら。その行動力、他に使ってくれ。自粛していてほしいですね。この問題に関しては、他県もちゃんと対策を取らないと。緊急事態宣言が出された県から出されていない県へ移ることで感染拡大につながるのではないでしょうか。結論。なかなか個人の行動まで追跡できないでしょうから、この問題を防ぐのは難しいでしょう。しかし、呼びかけならできるはずですから、各県はこの問題について注意喚起を呼びかけるべきではないでしょうか。このような身勝手な行動が横行すれば、緊急事態宣言の意味がなくなりますからね。しかし、ギャンブル依存症、恐ろしいですね。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。